皆さんこんにちは、ユミネムです。今日はこのビデオでですね、私がどうやって肌をきれいに保っているかをシェアしたいと思います。今ですね、ちょうど化粧を落とし終わって、完全なすっぴんな状態です。24歳の肌です。もう張りもあって潤いもあって、すごい綺麗ってよく言われますね。ニキビもないです。まあ何をしてるかって言ったら、基本的な生活習慣良い、まあ、好きなものを食べるとか感謝するとか、ストレスがない生活を作るとか、もちろん大事ですよね。で、一番究極のことを気づいたんですよ。それを皆さんにねシェアしたいと思って。肌がねちょっと汚いなとか、トラブルあるなとか、綺麗になりたいなって思ってるそこのあなたに質問です。あなたの使っている鏡って綺麗ですか？鏡、指紋がついてたり曇ってたり、化粧品がちょっとこうついてたり、汚れていませんか？この人肌綺麗だなって思う人のほとんどの鏡が綺麗なんですよ。こう高い化粧品をこう使ったりとか、外からこう綺麗にしようって思うんじゃなくて、やっぱりこう綺麗、本当の綺麗さって内側からだと思うんですね。で、この鏡をねいつもこう使っている、鏡に感謝して、こう鏡を自分を映し出してくれる大切なものですよ。それに感謝してこう拭くんですよ、綺麗にね、綺麗にって言って。そしたら鏡を綺麗になってこう自分を覗き込んだら、その自分も綺麗に見えるんですよ。そういう心がね大事なんですよ、綺麗になるっていうのは。汚い曇ってるね鏡で自分を覗くのと、こう綺麗なね鏡で自分を覗くの、どっちがいいですか？絶対綺麗な鏡の方がいいですよね。そしたらどん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 見る見るうちに肌も綺麗になっていくので、鏡を綺麗にして、肌を綺麗にするっていう方法、皆さんも一度ね試してみてください。はい、ということで、OK、やってみようって思う人はこの動画に、高評価お願いします。あとはインスタとか、Twitter もやってるので、そちらのねフォローもお願いします。あとチャンネル登録してくれたら嬉しいです。はい、以上です。バイバイ。